お待たせいたしました。本日はようお越しくださりましたの。まもなく私たちの登場じゃ。群雄割拠の戦国時代、美しく生きた姫たちがおりました。本日ははるか400年の時を超え、戦国の世からよみがえった姫たちの華麗なる演舞をお楽しみくださりませ。愛知戦国姫隊でござりまする。どうぞごゆっくりとご覧くださりませ。翔太様の方に追って、あっちいいな、おばさ様が姫隊の方に追って、あれと思って、なんでなんで、あれと思って、なんでなんでなんで、ちょいちょいと思って、南波様が綺麗になって、俺で俺様がちょうどこう
こう家康家の隣に尾根って書いてあるんですよ。これちょっとね気になってしまいますの私。これ誰やったの本当に誰なんでもリードの違和感ないね。やはりやはりあの戦国一のアイドルの座をちょっと毛姫と争いまするぞ。そうなんでございますか、顎はセンターは譲りません。そう、じゃあ、おね、名乗らんとこうかな。え、いや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 、今日、青い武将隊だからこっちの交渉されますか。すみません、の止めてしもうて。かぶっておる。セーター取られ、セーター取られた。あれ、なんかすごく目立っておられますが、まあいいか。はい、はい、ちょっと。私にかぶせてきてね。そう、まあ、良いですけど、後で誰がやったかチェックください。はい、ぜひ後で。はい、ということで私は徳川家康様が母お代にございまする。お代様ありがとうさんじゃ。はい、そして私が織田信長様が妹浅井三姉妹の母一にござりまする。お代様ありがとうさんじゃ。はい、そして私愛知戦国姫隊を飛び出して青い武将隊の一員となんかなりました。なりました。言ってみますか。秀吉様が妻おねじゃん。いや、これダメでしょ。これおね様ね、徳川来ちゃいましたね。はい、いやいや結構歴史的にまずい感じになりますよ。これだこれ、まずよくになっとる。おねおねってなっております。いや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 、これ驚きですよ。本人それでございます。まああのね、そのくらい仲良くさせていただいているということで、誠に、はい、ありがたいことでございます。はい、はい、私たち愛知戦国姫隊、第4位以外の金曜日にここ岡崎に参上しております。愛知は武将のふるさとということで、そのことを皆々様にお伝えするため、はるか400年前から蘇ってまいりました。岡崎公園お集まりいただきまして誠にありがとうございまする。はい、冒頭長なりましたよ。はいはい、歴史の部分がカットされました。すみませんすみません、ね、私が長くしてしまった。はい、まあ、なんで私たちが通うじゃない、金曜日でここに来たのかというと、はい、それにございますね。ここ岡崎は私の息子である徳川家康様の生誕の地でございまするゆえ、はい、あの足を運んでおりまするが、なんといってもあの徳川家康様、今日ですね、今日2月の6日7日、うん、あ、3月6日、あ、3月6日。月から間違っておりますし。大丈夫ですか、お大様。大丈夫ですか。ネジ出たんですか。大丈夫ですか。OK です。さあ、今日3月6日はですね、徳川家康様の父、はい、そして私の旦那様でもある松平広長様の命日でございまする。はい、それって おめでとうございますって言った方がいいのか、ご愁傷様ですって言ったよ。ね、それをあの私たち蘇ってからですね、今日自分の命日なんですってね、言うとね、っていうあの複雑な神経にはなりまするが、毎回悩みますね。はい、私がその広忠様と出会わなかったら家康様もおらんかったんじゃろうなとか思ったりとか、そう、本当にね、一期一会の出会いに私も感謝しておりまして、旦那様に出会えたからこそ家康様にも出会えるということで、あの広忠様はですね、岡崎城主でもございました。ぜひ今一度そういうことをね、頭にあの入れていただきつつ、ここ岡崎公園、そして岡崎城をね、巡っていただければと思いまする。はい、はい、うん、ということでね、ぜひ巡ってください。お大様と旦那様がいらっしゃったから、家康様がいて、家康様がいてくださったからこそ、今岡崎公園が興奮なっとって、興奮なっとるから、みんなで集えて楽しい時が過ごせる。そういうことでございます。ありがたい、大事な日、はい、私がいるから豪華いるみたいな感じですね。でございます。全部自分に持ってこうとする。すみこんでございますね。で、いろんな方から受け継いだこの時をぜひ一緒に楽しもうということで、はい、我々もそんな企画ご用意しております。はい、で
か。どうしよう。ちなみに14日ね、他の催し物はないんでございます。だから本当に来ていただけるよ。ね、じゃあ膝の上にキツノさんが座る。それしかないね。結構大変ですよ。三重県で。未就学児以上の方はね、はいはい、膝の上ではなく一席確保お願いします。もう席本当にわずかでございますね。そう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 。どうしよう、ここにいる人みんながね電話したらね。はい、ね、それ問題かも。だけど。プレゼントに限りがござりまして、そうですね、そうなんでございまする。新たにねプレゼントが、そう、はい、もうねこれね、はい、限定のね、はい、私たち姫対6人の、はい、あの蔵出しの、はい、フォトブックなるものが、ね、写真集プレゼント、そうそうそう、簡単に見るそういうことですね。外には出しておらぬものを、はい、ちょっとね出させていただこうかなと思っております。もう写真選んどって、はい、うんうん、せーのパーンってやったところのやつ入れてます。あれかわいい、あれは言っとくけどどれくらいかわいいから ねだって30回ぐらい飛んだからいっぱい写真あるもんすごい、あの感覚的にね、そうすでもね、そうお顔はそんなにね変わっておらんのよ。そうなの、それがすごいとこなんじゃって、顔だけ変わらんもんね。でもちょっと前髪の関係で飛ぶと上に上がってしまいます。このベストの前髪のこのね短さ、長さ短さをね維持しておるのが大変で、でもね風吹いてもね、ここは揺れるのにここ揺れませんよいつもね。すごいんですよこれ、固めてさよでございますよ、ね、今日はねちょっと緩めでございます。夢叶うなら踊るときはガッチガチでございます。さようですね、いつかこれパッカパッカなる気がして怖いんでございます、ね、後ろから風が吹いたときにね。そうなんでございます。でもねそんなお写真のフォトブック、はい、これ6人の姫の揃っておりまして、はい、ここのツアーに参加してくださった方限定でございます。だから他の姫様を推しておられる方でも、うん、まあ朝親子でも一緒に旅してみようかなっていう方はそうぜひともぜひともお願いしてくださいませ。さらにはね、はい、私のねあの洗礼を受けたい殿方、はい、またあの演奏して、何洗礼を受けたいお子が一人洗礼もう受け取る。あの私ね今回美魔女談義というものをね、はい、スマホはまだ美魔女じゃない、あ美魔女か400歳ぐらいでね、あの美魔女なんですけど、お互いにね美魔女談義ということでね、はいはい、6人の姫のあの美しさの秘訣をですね、はい、お伝えするということでですね、これはもう、はい、殿方にも姫にもあのためになることですから楽しみにしててくださりませ。はい、はい、ぜひともお申し込みは名古屋ツアーを開催されておりまするトラベルコンシェルジュさんのホームページにて受け付けておりまするゆえ、こちら愛知戦国姫隊のウェブサイトからお申し込みいただけまするゆえよろしくお願いいたします。あれ終わってみたけどまだご報告中でございました。終わってみたけどね、走り込まれたところ見てから締めてきちゃったけど、そう、そしてね、まあ、あの、はい、3月31日は私たちね、はい、舞台公演という一期一会へ残された、うん、とつぶいで残された時をとはつぶいで舞台公演3月31日ちくささであのさせていただきまする、ありがとうございます、はい、ということであの、はい、チケットまだもう残席わずかでございます。わずかでございます。はい、はい、本当にわずかでございます。あの開演がね6時からということでちと早い時間にはなっておりまするが、はい、あのもちろん途中から来ていただいても本に構いませんので、ぜひねあのもう秘めたい見たいなって。最後まで見たいなってそうですよ、ね、思う方はぜひ来ていただければと思います、うん、はい、だって31日までしか見れないでしょ。ね、せっかくこうなったものがいい感じにごめんなさいね、見たいなとか言ったのにはいはいそうですよねとか言ってなんかもうぶち壊しぶち切れな今感じの俺あえて静かにしとったまさか静かにね、まあ、でも本当にそういうの作らなかんかったんですね、はい、まあいいんです、そんなお家の方様が大好きです。はい、わかりました。残りわずかとなっておりまする、あとね何にも残ってないとか伺いましたゆえ、はいはい、ね、まだあのチェックしてない迷っておられる方は、はい、早くしないとね、様子見てるとねもう売り切れちゃう、はい、そう、はい、お越しいただければ、ね、はい、そこから見ておると、うん、ずっと毎日来ていただいている方ももちろんわかるし、うんうん、久方ぶりだなとか思ったりしておって、意外と覚えとるんじゃよみんなの顔。だからさ、3月の本当土日に行
心とかいろいろあるとね伺っておりまするで、はい、31日とちょっとあの時間ずらしてみたって言ったらなんか違うんだけど、はい、まあ平日にはなってしまいまするがもしかしたら皆さん来ていただけるかなっていう願いも込めてその日いたしましたゆえ、遅刻してもいい、最後みんなの顔を見て天に飛び立ちたいなと思っておりまするゆえ、はい、ぜひとも3月31日舞台公演一期一会残された時を永遠に紡いでお越しくださりませ、お願いいたします。準備中で戻りますかね。今戻られましたかね。お、さあ、そうそう、ということで、うん、本日は、まあ、なんかしんみりしてしまったんでございまするが、はい、そのね、今日岡崎でせっかく三条をつかまつって何やらもう、はい、あのパネルではコラボが始まっておりまするが、はい、Twitter などでね言わせていただきました通り、こちら岡崎公園で毎日ご活躍のグレート家康公葵武将隊様、もちろんね良いかな、徳川家ということで私は大台様関わりはございまするが、戦国時代一緒に生きてきた姫として何か一緒にできないかなと思いまして、本日はコラボ企画をご用意いたしました、はい、では早速読みたいと思いまする。グレート家康公葵武将隊の皆様です、お願いいたしまする。おはようさんじゃ、おはようございます。はい、グレートイエスコ葵武将隊でございまする。皆様おはようございます。おはようございます、はい、もうこんにちはだけどね、はい、あ、そうだな、こんにちはですか失礼いたしました。というなんかさっきわしも気づいたんですけど、わしなんで姫隊入っとるの。そう、まだ、さんにおでもなんか葵さんに入ったみたいな。おで様は小松が勝手に葵に加入してくれた。そういうことか、そういうことか。小松わしいらないっていうこと。違います、あれは半蔵なのです。半蔵、じゃあうちの生さんよろしくお願いします。よろしく、誰か引き止めてください。はい、でも違和感ないですね。お姉様は赤備えにしますか、これから赤備えにいいですか。じゃあ赤で、ありがとうございます。あのちょっと母上たち何やっとるんでございますか。シャッフルがされておりますけど、あ、全員姫隊、あ、そういう意味か。お邪魔いたします。なるほど、今日はあれパズルじゃないですからね、はい。テトリスみたいになっております。ということで、はい、パネルだけではなくてこちらのステージにコラボをさせていただこうと思いまして、小田さんも、はい、はい、早速参りましょう。ターゲットレッツダンスのコーナー。じゃん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 。あの、私が見た限り2名しかやってなかった。大丈夫ですか。2名でしたけど、1000人やっておりましたね。ありがとうございます。そんなお姉様好き。はい、実はですね、いいですか、早速あの先々週演舞をご覧いただいた方いらっしゃいまするか。いらっしゃいます。ありがとうございます。実はですね、グレート家康公家康公葵武将隊の皆様に、はい、とっても素敵な曲があるんですよ。す CD も売ってるんですけど、シンっていう曲なんですけど、お姉そのシンが大好きなんでございます。で、はい、踊ってみたみたいな感じで、舞ってみもうした、舞ってみもうした、舞ってみもうしたなんですよ、シーンを、はい、で、したらちょっと公開オーディションみたいな、あの榊原康政様が1週間で、はい、覚えられるものなら覚えてこいと、ちょっとね、ちょっとした挑戦のつもりだったんですけど、まさか本当に覚えて踊っていただけるとはね。入らせていただきました。光栄でございます。あの、私も実際は拝見することできませんでしたけども、あの動画で見させていただいて。そうなんですよ、いったご本人お二人が。そうなんです、申し訳ございません。やろうと思ったらでも動画見ました。ありがとうございます、はい、素晴らしかった。ありがとうございます。まさか1週間であそこまで踊っていただけるとは、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、こたびはよろしければ一緒にシーンを踊っていただけませんか。いいよ、ぜひね、はい、ぜひぜひお願いいたします。ありがとうございます。
え、これは今日みんなで踊れるんですか。いいですか。よろしいですか。踊らせていただいても。姫隊からはお大様と、はい、でお二人にはぜひ客席から舌とその目に焼き付けていただき、はい、お二人はじゃあ客席から、はいはい、どっちが上手か見とぎます。うわ、遅がい遅がい。いや、ね、私はもう、ね、ほら、殿ですから、殿の母ですから、はいはい、さようでございますか。ということで、あ、やっと、イッチ様一緒に、はい、永遠王やってください。永遠王、あの、お歌の中の永遠王ってところをね、ぜひ、はい、ぜひぜひ、本物の、あ、一緒にね、嘘でしょ。はい、ぜひお願いいたしまするということで、これ殿まだ出てこないですか。大丈夫ですか。5分ございます。はい、では大丈夫でございます。緊張いたしまする。はい、ちーと勝ち時のところらへんからと共に、はい、それでは、おい舞踊隊ですか。舞踊隊モネとレッツダンス&青い舞踊隊で新でございます。みんな参りましょう。歌うより渡れ、みんなの知る、ここからはみんなを巻き込んでいる活躍でやる、みんなの知るせっかくでございますので、永遠をともにお願いいたします。我々の代わりに毎週踊っていただきたいです。さようですな。お姉様頑張ってくださいませ。いやいやいや、神様もラップやってくださいね。お姉様、はい、髪縛ってる黄色いお姉ちゃんがかっこよかったよって。お姉様ありがとう。おお、はい、ありがとう、ありがとうございました。すごい、いやいや素晴らしかったですね、はい、ということでございましてね、はい、はいはい、今我々の踊りをね、はい、踊っていただいた次第でございますが、はい、はい、この素晴らしい曲は、はい、あちらのお土産物屋さんに CD が売っておりますので、はいはい、ぜひお買い求めくださりませ。はい、ということでございまして、ね、はい、ラストコーナー以上でございまする。ありがとうございました。ありがとうございます。ここでですな、はい、せっかくでございますからね、はい、我々シンを踊っていただきましたので、はい、あ、待ってみ申して参りましたので、はい、わかりませんが、はい、待ってみ申しました、はい、やっていただきましたので、我々もね、ちょっとせっかく姫隊様のね、好きな曲がございまして、おー、はい、それをね、一緒に歌わせていただけたらなと。歌ってみ申した、はい、歌ってみ申した、見申した、いいですか。
ちなみにどの曲を。我々選曲いたしましたのは一期一会です。この曲が、ね、本当に一番ふさわしいんじゃないかなと思った次第でございまするゆえに、この曲を選曲させていただいたんでございまするが、この後ですね、我々の徳川家康公の小さきお殿様が出てまいりました。ちょうど、はい、これ終わり次第始めたいなと思います。皆様どうぞ左手をご覧くださいませ。はい、ちなみにこちら徳川家康公、はい、今からね回りますのが徳川家康公能の舞でございまして、官男女狂気能の舞の中で男、神男女狂う鬼と書きましてね、その中の神歌、一番最初の神歌の舞を徳川家康公が回れます。その神歌別のね流派の名前で言いますと翁という名でございまして、あちら途中で白い仮面をかぶるところが見ものでございまするので、そちらの方皆様、見逃さぬようによろしくお願いいたします。3分30秒ほどでございます。どうぞごゆるりと。小さき徳川家康公でございました。30分2回でございますのでね、次は2時になりますので、はい、どうぞご覧くださりませ。はい、はい、ということでね、客人もでございますし、我々武将姫の準備もできたところで、はい、はい、これはなんかタイトルコールみたいなのはござりまする。あ、じゃあぜひ、はい、はい、あ、私ですか。ぜひ、あ、ぜひご姫様では。あ、姫が、はい、ありがとうございます。はい、まあ、皆さんはご存知だとは思いますが、私たちが生きた時代でご活躍された茶人千利休様が一期一会という言葉残してくださりました。同じように見える毎日でも、その日はたった一度しかござりませぬ。今隣にいらっしゃる方々、また会えるやもしれない、でも今日が最後かもしれない、そう思って過ごす一日はちと変わって見えますな。そんな
一期一会を大切にして私たち愛知戦国姫隊3年と8ヶ月活動してまいりました。もちろんグレート家康公葵武将隊の皆様とも、そして岡崎にお越しの皆様ともたくさんの思い出ができました。そんなたくさんのありがとうと一期一会の気持ちを込めて一曲歌わせていただきまする。それでは参ります。グレート家康公葵武将隊の皆様、そして愛知戦国姫隊で一期一会。一緒に過ごしたこの3年以上のもの、本人姫の皆様感謝でございまする。みんなぜひこの姫のことを忘れないでいてほしい。寂しくなった時胸に手を当て目をつぶって姫たちのことを思い出してください。きっと素敵な笑顔をしていると思います。最後思い切り歌いたいと思います。この後も、葵武将隊の皆さんはおもてなしであるのでございますね。
私たちからご覧ください。はい、3時からおもてなしがございまするし、はい、週末はもうさ、だって一番初めから一緒にやらせてもらっとるの。そうじゃん。わかるね。もうね、全然泣いてなくてごめんなさい。いや、すごい伝わってくるんじゃって姫からの声が。ごめんなさい、ね、ありがとうございます。素敵な言葉もありがとうございます。そう、そうなんでございます。はい、で、皆様がいてくださったからこそ、はい、援軍の皆様、葵部招待の援軍の皆様にも出会わせていただいて、こうやって一緒にやっとるところも一緒に応援してくださるのが嬉しくて、はい、もうダメじゃねほう。まだございまする時間は、はいはい、岡崎あと2回姫も参りまするゆえ、ぜひともお願いいたします。はい、はい、それではこたびの出会いで一期一会も一期一会願いできればと、はい、思いまするお客様もよろしければ一期一会一緒にお願いできればと思いまする。それでは本日は誠にありがとうございました。こたびの出会い一期一会。